さあ、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はもう初日ですから。あ、いよいよ初日ですね。いよいよ初日です。やっぱり福岡の G1 ですから、これやっぱり植木さんもやっぱ気持ちちょっと違うんじゃないですか。まあ、あの福岡は最近ね、こうやってトークイベントを呼んでもらってるので、はいはい、いやこれはやっぱり嬉しいことですけども、なんと植木さんがまた変わられたんです。この間新聞見ました。新聞とかネットでね、もう変わられたんです。何になられたんですか、植木さん。何になられたんですか。何になられたんですか、植木さんは。僕はですね、ボートレースアンバサダーっていうのに就任することになりました。アンバサダーですよ。ネスカフェじゃないよ。いや、分かってますよ、そんなの。ネスカフェって僕一言も言ってないです。ボートレースアンバサダー。これは何をする仕事ですか。まあ、昨年1年間は特命っていうことで、はい、競争会っていうところに所属してたんですけど、はいはい、今度はその競争会っていうのは競争実施ですよね、審判検査するんですけど、はい、そこじゃなくて、今渡辺直美さんとかが活躍して CM してますけど、はい、それボートレース振興会っていうところ、まあ、所属をします。振興会に変わったってことですね。そういうところで今度はちょっと本格的にですね、ボートレースを広めるというか、あ、まあお客様とボートレースをつなぐ、こう橋渡しのような役をこれからやっていくと。で、今までの去年までトークショーよく来られてましたが、今までとはまた違った形で。そうですね、さらに、まあ、いやいや、その本格的に、広報宣伝の方法、今度は、まあ、広報宣伝をやっていくという。宣伝もやるということは、じゃあ渡辺直美ちゃんと一緒に踊るかもしれないと。ああ、ちょっと練習しないで練習しないでくれ。植木さん急に踊ってたらびっくりしますけどね、本当に。いや、でもそれぐらいやっぱり宣伝をいろんな各方面でやっていこうということですよね。そうですね、そういうふうに、はい、考えてますけど。だからもうレース場のファンの皆さんは植木さんのことを知ってるんで、植木さんがそのね、しっかりと宣伝マンになるというのは分かってるんですけども、そんな知らないところにも行こうということですか。そうですね、これからはまあもちろんレース場で楽しんでいただいているお客様は、もちろんトークイベントもやりますけど、それ以外の全く今までそのボートレースさんに行ったことがない、はいはいはい、そういう未知の世界でちょっとチャレンジをして、すごい、そしてちょっと成長してこう本庁に戻ってまたいろんな情報を持ってこっちに聞こえようと。素敵だなと思いますよね。だからこの G1 戦も見方が違うんですよ。もうレースの徹底解析、解説までしてくれるんですか。そうですね、今度は解説とかはできますので。そうなんです。お客様がこのレースはどういうところを着目してこう、糸口はどうなのかっていうことなんかは少しずつ僕も勉強して、そういうことですね、伝えていきたいなと思います。今まではもうレースをこうやって僕が聞いても何も教えてくれなかった植木さんが、今からは何ですか。仕事上ですよ。だからこのステージで僕がパッと聞いたら、植木さんがこの人がまくっていくんじゃないかとか、こういう時にまくり差しをするんじゃないかとか、皆さんに分かりやすくね、そう解説してくれる。これはすごいでしょ。植木さんが言ってくれるでしょ。なんか変なプレッシャーが。違います、植木さんが言ってくれるなら皆さん素直に信じて、まあ、できるだけ皆さんをこう幸せにしたいなとは思ってます。そういうことですよね。でもやっぱりやってることは今までと一緒で、本当に足を運んでファンの皆さんの顔を見ると。そうです。そして基本的にこうね、ボートレースを楽しんでいただくためのこう情報発信は、はい、今まで以上にはちょっとやっていきたいなと。やっぱちょっと違うもんですか、今までとは。このもう デビューが今日ですから。そうですよ、5月30日から。そうですよ、だから一番最初がこの福岡ボート場なんで。素晴らしい。福岡でデビューし、福岡で記念を取り、福岡県出身ですか、ね、知ってますよ、福岡県出身、北九州市です。そうなんです。なんかね、植木さんってちょっと若松とかのイメージありますけど、福岡がすごい、なんかそうです、デビュー戦はこの福岡ですからね。はい、でもうあれでしょ、記念取ったのも福岡で。そう、地区選手権競争を取ったのもここだったんです。まあ、福岡には、はい、まあ、縁はあるという。いや、縁はありますよ、はい、そして今回のデビューですか。そうですね、50にしてまた新しい道、新しい道デビュー、それを発表を広め会がこの福岡ですから、皆さんしっかりと頭にしてたんで。今日はえらい持ち上げますね。持ち上げますよ、だってなんかちょっと偉くなったみたいだから僕も気使ってやんと。急にね、なんか急に外されるの嫌やな。いつも通りで行きましょう。でもどうですか、こうやってファンの方々集まってますけども、 G1 戦福岡、この水面ちょっと難しいんですよ。皆さん悩んでるんですよ、おじさん。こ
ここはですね、1マークどうしてもこう独特のこううねりがメリットですよね、ハンドルをきれいに切ってしまうと、はい、その波にちょうど引っかかるっていう難しい、ちょうどの船の真横にちょうど来るからです。来るからそのうねりに合わせてこう入った時は決まる。きれいにハンドルが入るとそれにこう直角に、まあ、行きやすい。はい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 。かといってハンドル切らないと飛んでいってしまう。飛んでいきますね。それと1マークと2マークっていうのがもう全然環境が違うじゃないですか。はい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 。そういう点ではこう福岡っていうところはやっぱこう難しい。難しいし、こう走り慣れてる人の方が有利とも言われてるのは、そういうふうにこう。今日は若干の向かい風なんですよ。そうですね。こういう時はどうなんですか。だから若干の向かい風で、はい、こう左側から吹いてくるっていう時は、はいはい、やっぱこう対岸からちょっと波が入ってきてるよと。だからでも結構3コースからのまくりとかも決まりますよね今日。まあまあ今昔はあの1コースと4コースっていうのが、はいはいはい、オートレースのこう醍醐味だったせめてはね。今やっぱり3コースがこう攻めているような、はい、レーススタイルになってるので、はい、どうしても3コースのこう動き次第でレースっていうのは展開が変わるとかなっていうのは。いやだからやっぱりこう何気に聞いてきます、ね、いや聞いてきますよ。それみんな悩んでるんですよ今日ほんまに。だって知ってます72レース予想俺まだ1個しか当たってないんで。それはダメじゃないですか。だからみんな来てくれるんですよ。あいつの予想見るよりこっちの植木さんの話聞いた方が糸口あるんじゃないかっていう。まあ、まあ、それとあの今節あのもうボートモーターもかなりもう最後使ってますよね。ある程度そのパーセント、相場が出てます。まあ重要視されるのかなと思いますね。ということはこれやっぱり今日は初日というのはやっぱり地元有利な選手の方が多いってことですか。まあそれもそうなんですけど、やっぱりこうボートモーターがもう1年間の最後なので、はい、ある程度そのモーターとかボートのやっぱこう性能というのはそこがしっかりと見極めないと。まあ僕が言うことじゃないでお客様は多分知ってると思うんですけどね。だからやっぱり悪いモーターは悪いモーターでなかなか上に上げるのは結構難しい時期ですか。悪いモーターだとあのこうなんですかね、上力を弾いていく力っていうのがですね、パワーがないと。やっぱりパワーっていうのでやっぱその波をこう潰していくところがあるので、じゃあやっぱりパワーがあるモーターの方がそういう展開は作りやすい。その経験上やっぱりいいモーター乗ってる時っていうのはその波をこう砕いていきやすかったので。やっぱりモーターですよ皆さん、モーター分かってるんですよね。さっきから言うてるんですよ僕もモーター1個しか当たらない人はダメですね。1個しか当たってない、1個も当たったん一番人気の1000円ちょうど、なんでやねんっつって植木さん。そこはしっかりね。いやこれはもう植木さんにね聞いていくしかない。まだ取り返せれますね。まだまだ取り返せます。まだ初日ですから、まあ、これまあ長嶋さんの意見を参考にして、またお客様があのもうみんなもう分かってるらっしゃる通り、僕の意見なんか参考にしません。僕の買い目を消して買ってますから皆さん。さすがです、ございます。いやでもそうやってね、植木さんもそうやってボートレースの見方もまたちょっと変わるんですか。植木さんの立場でやっぱりね。そうですね、やっぱりこう今までと変わらないとあの意味がないので、あの、まあ、新しいいろんなところにチャレンジしていきたいなと思いますけど、はい、で最近ではじゃあどこでちょっとトークショーとか行ってみたいなというところあります、未開拓の。いやそれは楽しみにしていただいて、次回あの福岡にこうトークショーに来た時に、はい、どこどこで何してきました行ってきましてねと今言ったらダメですか。今言ってもいいじゃないですか別に。まだ未定ですから、ね、未定ですから。どっか行ってほしいですね。すごいなんか石垣島とか石垣島とか行きましょうよ植木さん。ぜひ。だからそういうあれでしょ、沖縄とかでも選手になるようなあの人を集めに行かなかった。それはあの、まあ、今までの北海道や沖縄、仙台でボートレーサーの募集活動はしてやってますよね、はい、また違った感じで。そうですね。植木さん、スカウト行ったらどうですか。スカウト、スカウト高校野球とか見ててちょっと言えそうなやついますよ絶対。まあ難しいですよね。難しいですけどね。野球はほら野球してる姿を見る、はい、そうですよ、まあ、野球してる姿と乗ってる姿で一緒になりませんもんね。まあでもあの養成所もあの若干昔よりもあの、はい、合格する人たちを増やしてるので、はあはあはあ、まああの昔よりかは広き森になってるみたいな。広木もにはなってるけども、そっからのやっぱ卒業になって一流レーサーになるって難しいですよ、植木さんね。やっぱね、何事もね、やっぱり一流になるっていうのはね難しいですね。難しいですよ、長嶋さんじゃなるのって。いやいやいや、ほんま思ってないじゃん、怖いでしょ。今になんか
怖いですよ。現役の時の飯がね、何を言うてるんです。もう全然当たってないのに、そういうのやめてもらっていいですか。恥ずかしいんで僕。取り返しますけど、いやでもね、今後の活動としては皆さんと一緒にボートレースをもっともっと楽しく。そうですね、今ね、こうやってレースで楽しんでいただいている方にも、もっとファンにはね、もっとこういう角度とか。いいですね。ただこの中でもあまりボートレースのことがなんとなく分かってるけど、ここがよく分からないままこう投げを購入されてる方とかね、そうですね、投票されてる方にはもうちょっとこう分かりやすく、分かりやすく詳しくちょっと一から教えていきたいなと。一からっていうのはちょっとあれかもしれない。今日なんかあれでしょ、レジャーチャンネルでは坂上忍さんのボートレースに乾杯出てるんで、ちょっと共演やらしいんですよ。まあ、GMC っていう放送を自宅で見られる方は、今日22時から坂上忍さん、どんな感じでした。いや、あのままの方でした。あのままの方でした。非常に勉強になりました。勉強になりました。なんですか、ウィッチさんと勉強するって。それ僕より一つ上なの。51になりました、昨日。一つ上なんですけどね。一つ上ですか。まあ、いろんなことを教わりました。教わったって、またそんな。僕は今後の活動にプラス。ああ、プラスになりましたか。一緒にお酒飲んだんですか。そうなんですよ、番組中はなんかお酒を飲みながら。そうです、お酒を飲みながらボートレースを語ろうという番組ですから。ウィッチさん、お酒飲むんですか。そしたら僕が、じゃあ坂上さんと一緒にお願いしますって言ったら、ロックだ。いや、そうですよ、あの人はロックしか飲まないですから。びっくり、それ全然知らないもんで。僕はなんかこう、その焼酎っていうやつかなと思ったんですけど、はいはいはい、飲んだらすごかった。いや、すごくない、それちゃんと飲んだんですね。飲みながら、だから後半は真っ赤になってました。後半見物ですよ、これ本気の植木さん出てますよ、これで、そういうことですね。だから、ぜひそういうこう、JC とかですね、これからこう、出てですね、皆さんもこう、レース本場に来れない時は、そうですね、見ていただければな。だから今も地上波放送とかも植木さんも毎回ゲストで来られるんで、そういうところでまた違った目線でこう植木座愛があるわけですね。そうね、少しでもこう、まあ僕の現役を知らないお客さんも多いんで、はい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 、新しい僕っていうのをね、伝えていただいて、でまた僕の活動を、はい、まあ、こう後ろで今頑張っているボートレーサーも、あ、僕もこういうふうにこう頑張っていきたいなってこう思ってもらえるように。だから、ね、はい、失敗はできないですね。だからって、急にピットリポート取らないでくださいよ。目がマジになる。マジですよ、そんなね。僕の亡くなって植木さんが急に今日はどうですかって聞いたら嫌ですよ、もう。本当ダメですよ。まあ何でもチャレンジします。何でもチャレンジしますけど、植木さんはスタジオにいてください。絶対ピットに置いてこないでください。ということで、そんな植木さんがもう新しくねなりましたので、もう今後もぜひ全国いろいろ回ると思いますので、はい、そしてファンの皆さんにこの G1 戦の楽しみ方を最後に一言お願いします。楽しみ方ですか。そうですね、まあ、今回の中谷君とか羽野君とか、はい、地元のトップスターですよね、はい、まあ、そういった方が、まあ、この地元勢から中心にこう盛り上げていくと思うので、はい、まあ、最終日までですね、まあ、白熱したレースになると思いますので、ぜひ、はい、ご参加というか、レースを楽しんでいただければなと思います。そうです。私個人的には、まあ、こうやってアンバサダーという、はい、広報宣伝をするようになりましたので、はい、もしテレビ等でですね、全然違う番組に出てても、はい、ああいうことなのかということ で、 そうですよ。ぜひ温かい目で見ていただければ。浜田さんのスポーツ番組でそうですね、アンバサダー。これデビューやったらまたこれ急に違うですよ、やっぱお客さんが、ああ植木が出てんじゃないかって。いや、みんな見ますよ植木さん。そしてまたここに戻ってきた時にね、ちょっと待ってください、植木さんって言ってもらう。これいろいろ見えてきましたわ。ガイアの夜明けとかも出るでしょ。ちょっと待ってください植木さん、妄想がすごい。いやいやいや、もう植木アンバサダーって呼ばなかな。ボートレースアンバサダー、はい、いや、ボートレースアンバサダー、植木アンバサダーでしょ。合ってるじゃないですか。いや、身振り手振りがいい。いや、そうですか。ということで皆さん、ぜひですね、はい、今後の活動も期待していただいて、はい、しっかりと注目していただきたいと思います、はい、ということで植木みちごさんでした。ありがとうございました。頑張りました。頑張ります。アンバサダーね、多分ダイヤの呼ばれて NHK ほとんど出だします。僕ももう偉そうなことは言いません。ということで72レースに向かいたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。